新潟県民の皆さん100人に聞きました。朝起きてまず知りたいことの第1位はダントツでお天気でした。それもそのはず、新潟は日本一雨の日が多かった年があるほど。傘はいるの？服装はどうしよう？洗濯は？お任せください。新潟のお天気を私鈴木右衛門が詳しくお伝えします。新潟のおはようございますと言ってらっしゃいを笑顔でお届けいたします。毎週月曜の朝は起きたらまず手に入れ ZIP ということで、スタジオには来週18日月曜日から ZIP の中で新潟県の天気予報を詳しく伝えてくれる松本アナと気象予報士鈴木英門さんにお越しいただきました。はい、お願いします。さあ来週ね、そうですね、来週の朝、もう新潟の朝をこの2人でお届けします。松本亜美です。はい、新潟の皆さんお久しぶりです。鈴木英門です。何かお久しぶりと言っても、ね、桂馬先輩と諸さんは何かこう毎日会ってますので、はい、あんまりお久しぶりな感じがしないですけれども、はい、ちょっとかれこれ数えてみたら。はい、この新潟一番のスタジオに生放送出れるのが10年ぶりでございます。10年ですよ。そんなに変わった感じないですよ。時の流れを感じますよね。もう10年で。で、実際にその新潟一番最後のスタジオ出たのが今須山さんが座っている席で、角田さん覚えてる？最後僕だったんですよ、隣。もちろん。すっかり覚えてますけど。そうなんですね。10年ぶり新潟一番のスタジオにちょっと今帰ってきておりますけれども、その理由がこちらですよ、松本さん。来週から毎週月曜日、ZIP で天気予報などをもう2人でお伝えしようということで、週の始まりの月曜日に新潟から7時40分ごろお天気などをお伝えしてまいります。で、私と松本さん実は共通点があるんですよね。そうなんです。何だと思います？ちょっと想像できない。このスタジオそれもそうなんですけど、防災士の資格を持っているというのが共通点になりますので、日々の天気予報だけではなくて、防災減災につながるような情報もお伝えしていこうと思っております。なるほど。ぜひご覧いただきたいですよね。で、やっぱり天気予報といいますと、もう皆さんの生活情報に密着しておりますし、新潟県は、夏は暑くて冬は雪が多くて雨風が強いということで、朝起きて何着ていくの、傘はいるの、それから洗濯はどうするのなどなどね、ありますんで、毎週月曜日の朝はぜひこの ZIP をねご覧ください。もう一度外からもね出る。そうなんですよ。新潟駅前からは岡田康史アナウンサーがお伝えしますので、そちらもぜひお楽しみください。英門さんがですね、岡田さんも戻ってきたから、すごい夫人でもう名前出てますみたいなばかりですけれども、すごい夫人で朝行きますので、こちらにも記載していますけれどもね、毎週月曜日の朝7時40分頃から新潟の生放送がありますので、ぜひご期待いただければと思います。